おはようございます。即課塾の久保です。7月7日、七夕朝5時の相場解説になります。今日は1時間をね、見ながら、この現在送られている私たちの立場をちょっとね、えー、客観的に見ていこうかと思います。一言で言うと、ものすごくエントリーのやりにくい状態です、今。なんでかっていうとね、これ見てお分かりになると思います。特にこのあたりです。これ。ここがすごくやりにくいです。これはね、 あの、陰線と陽線が本当に交互に絡みついてるでしょこれすごく難しいんですよ。プラス、あの、結構ね、上下の幅のある陰線と陽線で、ヒゲも長いし、実体も長いのが入り乱れてるんですよ。これが、陰線ばっかりで陽線がちょびっと、陽線ばっかりで陰線がちょびっとだったらいいんですけども、どっちも同じぐらい交互に出てるでしょこれはね、かなりね、あの、エントリーするのに不向きなんですよ。まあ、例えば、 バイでエントリーするとしますよね。バイでエントリーしようとした時に、ここでポジションを持つんですけども、ロうソク足がね、バイの方に行くかなと思ったら、一旦ぐーっと下の方に行って、ヒゲで戻って、実体が上にグーンと伸びると。だから結果的にはバイで正しかったんだけども、相当長く持っていたロスカットラインを触れた後で上に行くってことになりますんで、 これがね、ロスカットを食らった後に結果は儲かってたよねみたいな、ものすごくね、もどかしい状況になるんですよ。例えばこういうところですよね。こういうところ非常に難しいんですよ。で、えっ、ー、と、インセント予選が結構交互に出てきますからね。うん、この辺もそうでしょ。もうどっちに行くか分からないわけですよ。だこういう時にエントリーってのは相当な、なんですか、長いロスカットラインを持ってね、ロスカットラインを例えば普段は あの15ピップスから20ピップスなのに、なんか60ピップスぐらい取っとかないと、<laughs> 本当にこんな時にね、こんな60ピップスも取っておいたら、一体どうなっちゃうんだろうかと思いますけども、ぐんと伸びた後にヒゲで戻っていくみたいな感じで、ここも刈られるし、ここら辺も刈られるって感じで、とてもじゃないけど、いつもと同じようなロスカットラインとかリスクリワードでやっていけないような状態になってきますんで、で、私がね、やっているテクニカル、まあテクニカルに忠実にっていうところの中でも、リスクリワードだけはね、 あの自分で決めるしかないわけでですよで私のリスクリワードっていうのはあの2対1から3対1なんですけどもそれが今回通用せずにどちらかというと,っと3対1でも逆の意味の3対1ねエントリーしたところがここで、えー、とロスカットラインがここだとしたら利確ラインがここになるっていうね普段とは逆のリスクリワードにしないとやっぱやっていけないような形になってきますのでこれは今まだ取り組むべきじゃないと思います、うん、特に難しいのはこういうとこですよね、うん、で上下に触れすぎて 交互に出てくるとでブレイクアウトを狙おうと思ってもまず下にブレイクするわけじゃないですか下にブレイクしてポジションが刈られた後に <laughs> 上の方にグーンと伸びてくれるんでせっかくねバイの方でエントリーしていてもロスカットラインにまずかかっちゃうわけですよでもロスカットラインってのは口酸っぱく言いますけども絶対ですからね絶対引かないとこういう今回みたいな珍しいケースではうまく作用しますけども普段の時にロスカットライン引かないってことは考えられないでしょ あのよく言うことなんですけども、うん、テクニカルに忠実にやって狙うべきは4割負けて6割勝つってとこなんですよまずはそのステージです4割負けて6割勝つだから4割は負けるんですよもしくはそういう時にはエントリーしないって選択になるんですけども今がその時じゃないかなと私は思いますね昨日途中からロスカットを食らってずっと観察していたんですけどももうね皆さんにお伝えできるようなエントリーできるような形ってのは見えてこないわけですよ、うん、それが今日お話したこの陰線と要線が交互に出る しかも、陰線も陽線もそこそこ長くって、髭も長いってい形ですよね。これが乱れ飛んでいる時には、触らない方がいいと思いますよね。本当にね、なんかね、あの、例えが正しくないかもしれませんけども、あの、爆撃を受けながら地雷の埋まってる市街地を走り抜けますかどうですかってことなんですよ。もう高い確率で怪我をしちゃいますんで、お亡くなりになっちゃいますんで、やめた方がいいかなと思います。昨日私、ロスカットを一回食らった段階で、それを警戒して、様子見に転じたのは、少なくともね、あのー、 参加しなくてもいいような相場の時に資金を失うためだけのエントリーしなくてもよかったかなってことですね、えー、今回利益を取られた方もいると思いますけどもちろんねでも、うん、やっぱりねあのー、ここはねまだ FX を学んでる段階の人が入るのは避けた方がいいと思います今日の日々の解説第一発目はそれですね今は入れなくてもしょうがない時だっていうことを私からも申し上げて終わろうかと思いますで逆にですね入りやすいによってはここなんですよこういうところトレンドが形成されてるところね だってこれ陰線がほとんどじゃないですか。陰線がほとんどで、陽線がちょびっとでしょだから瞬間的に含み損を抱えても、セルでいる限りはどっかで取れていけるわけなんですよ。だからこういうトレンドが発生した時に私たちはあ、エントリーするわけであって、このトレンドとも言えないようなね、なんかガタガタの時には入んない方がいいと思いますよ。だから今回は触らない方がいい相場の一つの例だということで頭に入れておいていただければと思います。 はい。ということで、今日も様子見がね、木曜日なんでエントリーをしたいんですけども、ちょっと様子見が続きます。そして金曜日は材料がありますんで、えー、本当んとなんともね、今週の後半っていうのは、さえないね、数日になるかもしれません。とはいってもまだ木曜日ですから、木金とチャンスがありますので、相場が私たち向けに、えー、整理されていくところを期待しておきましょう。それでは、あ、今5時20分ですけども、うん、そうですね。今度ね、10時か、11時ぐらいにもう一回見に来てみましょうか。 ということなんで、あとね、1時間ろうそくで4本が5本プラスされた時にどういう風になってるかなってことを見ていこうかと思います。朝の段階ではちょっとね、これしか言えません。すいません。それではよろしくお願いします。